株式会社鉄板、あと、ノンノ、一般社団法人クセの機械、の会社になってます。これね、であそこにほら書いてあるけど、就労継続支援新潟事業所。こっちの下のヘッドのみんな、A 型作業所っていう名目なんですよね。で、心身の、障害を持った方の、支援施設の運営なんだけど、その中でやっぱりみんな働いて、社会に、一般就労を目指して職業訓練をしているところ、そんな感じで毎日楽しく働いてます。で、後ろにいるのが桜井圭、はい、G 型作業場のんのの指導員をしております桜井圭です。で、今日はみんなでゴミ拾いをしました。久々の仕事だったので、ちょっとみんなすごい生き生きした表情が見えてよかったです。ありがとうございます。ね、街が綺麗になりました。街が綺麗になりました、ね、で、こっちはあの同級生のタルちゃんです。タルミです。よろしくお願いします。2度目ぐらいの2度目ぐらいの、よろしくお願いします。川崎さんはどうですか仕事ぶりは。みんな尊敬しております。面白いジョークを言ってくれて嬉しいです。いつも大渋滞です。嬉しい嬉しい大渋滞、いいね。この間 のパクリだから。あ、そうあっち会社、はい、やっぱさ、もうさ、公園のさ、あそこ少なかったけど、こっちに来たら全然違うよね。おはようございます。かわいい。ここさ、金曜日すごいんだよ。ここ知ってる？金曜日すごいの。この13日でしょ。13日のジェイソン。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 バレた。
はどのルートを回る？今日はね、こう行ってロータリー来て竹野さん で、うん、で反対側戻ってくるかなと思って。あでぜひイエーイいいねイエーイ。これはなどういう？これはあの会社で、うちの会社で清掃活動のスポンサーの募集をさせていただいてます。まあ、2時間ね、8名から10名で、皆様の会社のこういったほら会社の、ロゴとかを看板を、背負って、背負ってですね、8名から10名で清掃活動、まあ、主にゴミ拾いになっちゃうんだけど、ゴミ拾い、カン、カンで、いや、これやってたら、ほんと初めて、まあ初めてのことだからされたけど、こういう特にこういうところにね、ポコポコ捨ててるね、人がね、タバコの吸い殻が多いです。そう、タバコの吸い殻もめちゃめちゃ多い。だから俺、タバコの吸い殻集めて、それリサイクルして、リサイクルショップやろうかなと思ってるけど、できないリサイクルでしたら売れないかな。売れないですね。わかんないです。わかんない、売れるかもしれない売れるかもしれない売れるかもしれない。あ時間が経てば全て晴れ